ヒメヤブランは、キジカクシカヤブラン族の小型の多年層。旧分類ではユリカに分類されていた。根茎は短く、横に長いホフクエダを出して増える。ヒゲネは細長い。葉は、線形で根出し、高さ10から20センチメートル、幅2から3ミリメートルになり、根本から外側に広がるカキは7から9月。根出葉の間から、葉より短い。 高さ10から15センチメートルになる茎を直立させ、その上部に相上に茎をつけ、小さい花をまばらにつける。花は、泡紫色か白色で、長さ2から3ミリメートルの短い花柄があり、上向きに咲く。下皮片は6個あり、長大円型で平らかいする。雄髄は6個あり、花糸は太く、薬は、長径で黄色。脂肪は、 上位で三室あり、各室に二個の廃種がある。下中は、円柱状で、小型の中頭を持つ。花後、小さい種子が、果実から落出し成熟する。種子は黒色で、計4から6ミリメートルの球状になり、果実のように見える。蛇のゲ属の蛇のゲに似るが、蛇のゲより葉が柔らかく、果樹は曲がらず直立する。また、種子も、蛇のゲは青いが、本種は、 黒色となり、区別がつく。日本では、北海道西南部、本州、四国、九州、琉球に分布し、日当たりの良い原野の草地や林下に生育する。世界では、朝鮮、中国、フィリピンに分布する。ありがとうございます。